坂井来てるからやっぱりここ寄らないかんやろ。はい、ちょっと寄ってきましょう。これが第2、僕が第1か。ということは見えないな。これは墳丘でもないですね。まあ墳丘見えるとこはもうほとんど霊障以外ほとんど見えないか、ちょろっとしかね。はい、ありがとうございました。これが一番ここやな。ここやから七冠の古墳か、これね。これと寺山南山古墳、前言っとるけど、あの動画撮影しないんでね、ちょっと撮影しておきましょうか。これビューポイント、ここから利休天皇の海で、そこちょっと行ってみましょうかね。俺勘違いしてるかな。いや、こっちでやるんだけど、ここは博物館やな。ということで全然左やわ。この池広いで、こんな橋あったかな。全然記憶ないんだけど、ここは博物館なわけやけどな。勘違いしてるから、いや、そこからずーっと歩いて博物館行けるはずだよな、ここな。このブラブラにあるはずなんだけどね。なんか前方を歩くとずーっとこの中もね、ずーっと工事やってたんだけど、土を掘り返してね。この裏あたりなんだけどな、イメージで言うと。なんていう、両一両でもの、陸一両でもの、わからんけど。第1回、全国都市緑化フェア出品。おぉ。神山さんの忘れ物です、これ。はいはい、ありがとうございました。巨石が。絵の見っけだ。これは最高やね。手前に宝墳があるということかな。宝墳があるということは前方後円墳かね。わからんな。なんだろう。長さが50メーター。高さが3メーター。そんなもんか。こっちが公園墳の方やね。はい、これ見てみましょう。あ、これか。具合消防古墳。これでしたか、さっき見てたやつの。古墳。これ縁墳だってことなんでよね。縁墳？あー、なるほどね。縁墳には見えないやけどね。これが粉あってるからやっぱ見えないでな。段になってるからな。大安寺公園にすぐ大きさ62メーター。ああ、なるほど。高さは表示ないか。5世紀後半。ああ、反対から見たらやっぱり縁墳やね。反対から見るとね、もう完全に前方公園風に見えんねんて。あ、50メーターないか。あ、これある。これ見てみましょう。お、やっぱり。あ、畑塚古墳かね。これね、一回見、これ見に来てわからなかったんや、探して。うろうろしたんだけど。畑塚古墳、はいはい、ここにありましたか。これ全長がね、6メーターちょっと消えたぐらいだかな。はい、57.9メーター。高さが 3.8 メーター。はいはい。いやー、これそうでしたか。畑塚古墳。
失礼いたしました。これ何回か来たんだけどね、見に。当時のスマホあかんかったな。これ来れなかったんやね。いやー、入れないかね、これ。入ったまでいいか。これでしたか。はいはい。ちょっと一瞬待ってみようか。どういうふうに回れんの。こう待ってみようか。堺市。片塚古墳でございます。これはね、1回か2回来たんだけど、わからないんだね。何年、2年来ても。これを探しに、前方公園ということで。あら、失礼しました。ああ、綺麗になってますかね。前方公園は。絶対通ってるなんて、わからへんねんな。そこを通っとるから。ちょっと60メートル切れるんやけどね。なんとも言えんな。どういう台かね。この石垣がね、まあまあわからんじゃないけど、はいはい。石垣がね、ちょっとね、あら、噴潮上がっとるやつおるだそう。ザサ。なんだろうね、思い出されて。小室ださ、あけぼのださ、どこあんねやろ、これ、わからへんねんけど。やたけ、たけがあんねやろな。あら、これ古墳じゃないの、これ。もう見るからに古墳や。七観音古墳か。七観音古墳でございます。32メーターの円墳、3.8メーター、5世紀の後半、前半かね。あの円墳でございました。円の山でございましたか。はい、ありがとうございました。七観音古墳でございました。見に来たけど何にも。古墳の看板さえなかったんでね、どこ行っても。今はラッキーなことでね、看板いっぱいあるんで。あ、登れますかね。登れるね。これでしたか。展望台。ずっとだいぶ前から展望台があるの分かってるけどね。なんかあれに向かって行っとるからね、これ見えてないよね。いや、見えたんかもしれないけど、分かってないね。じゃあ、上がってみましょう。高さが下から10メートルちょっとあるかね。13、4メートルあるかね。初めて来ました。看板とか地図とか見るとね、これ乗っとるんでね。あれ全然見えがね。あれそうかね。仁徳天皇陵。こっちはどこへ利休、これが利休天皇陵。あら、ほんまや、横見えんねや。このね、
ゴーはずっと見えるんや。ゴーは見えんだけど形わからんか。わからんな。最初の面白い目論見はどうなった？入れんがね。わあ、綺麗な色やね。なんちゃ花でございますか。花じゃなくて木やな。